わきわきわきー森の都のカプセリスト、わっきー貝山のガチャ動画。コイン入れたはずが床に落として素早く拾う運動。昨日ですけども、同じくガチャガチャコレクターの山口つばちさんの動画にて、私にも触れていただきました。ありがとうございます。その動画を受けて、関連グッズ等々ですね、僕のコレクションの中から紹介したいと思います。気になったのがあのベルトコミックスというね、あの僕はこれ系を持ってるんですが、まあ、こういう風にね、まんまるなんですけども、腕とかにピシッてやるとこうはまるってやつね、こうやってね、これがベルトコミックス、流行ったんですよねこれね。はい、ディスコハンド、これフラッシュ付きみたいですね。3色が点滅ということで、電子系は、山口さんも、そしてレッツゴー吉松さんもね好きですもんね。はい、こういうのも出てました。さらにこちら、はい、マジックスケールっていう名前でね、はい、登場しました。アメリカで大流行、くるくる巻きつく、こちらマジックスネーク、あの今の銀色が多分このマジックスネークで当たったもんじゃないかなと思いますね。ちょっと面白いベルトコミックスがありまして、これね、これクルリンベルタルート、これマジカルタルルート君風ね。でいろいろな遊び方っていうね、手首や帽子につけるとおしゃれだぞ、後ろでは付け方が書いてあります。入っていたのがこちら、これ全然ねマジカルタルルート君関係ないですけどもね、メイドイン台湾、台湾製ですね。はい、古いんで色あせしてますけど、色焼けかね。これをこう手にちょっとこう回るというね。はい、僕現物持ってないんですけど、任天堂64のキーチェーンコレクション、はい、これはあの株式会社ビューというところで出したね、DP の見本でございますけど、これが出てきたんで、はい、ご紹介したいと思います。一応マルシーは取ってあるみたいですね。うん、まあ任天堂64の電子時計ということなんですが、で僕もですね、スーパーファミコンのこちら、ね、時計系がありますので、これ見てもらえますか。はい、これあのスーパーウォッチということで、これ確か取れましたね。はい、これも今電池を抜いてるんで、入れたら電池が、電池っていうか液晶がつくと思いますけども。はい、これと、これはミニミニウォッチって書いてますね。液晶ミニミニウォッチ、ね。いかがでしょうか。スーパーテクの12と96スーパーテクの11、11、12のコピーですけども台紙が出てきましたんでね、この件は山口さんの動画でたっぷりと紹介してますので割愛させていただきますが、スーパーコントローラーのガンということでね、まあ下のこのねガンが随分この後いろいろと台紙の方で展開されますが、まずはねこのスーパーファミコンのねコントローラーを主軸にした台紙も出てきました。コスモスから1989年に名前が変わりました。コスモス新社の台紙ですね。コンピューター電卓。はい。下の方にはですね、若干目がいっちゃってるキャラクターの腕時計も当たるということで、はい、ラインナップされています。これ、ブラックスペシャルニューっていうことですね。はい、扇風機の話もしてましたけど、スパイマイク、ね、メモ録でございますけど、これ上の方にね、カニ。ねえ、これ南京錠の話も、これはあれか、あの、レッツゴー吉松さんが出してたのかな。僕もね、南京錠持ってますよ、ほら。ね、中国から輸入したやつそのまま、はい、南京錠ですね。このまま中国から輸入したままカプセル入ってますからね。はい、どこにも日本語がありません。中を開けると、はい、ザックシ南京錠、鍵もついてますよね。え、今当たりましたね、これは。これね、あ、またちょっと違う感じの南京錠ですけど、当時のまんま開けていないという。俺も南京錠入ってるなぁと思ったらね、一応これが南京錠ですね。はい、
なんて書いてるか分かりませんけど、先ほどよりはちょっと小さめの南京錠ね、可愛らしい南京錠これですよ。なんとですね、はい、駐車違反の紙と、あとね、当時はね、こう紙中に入れて、これをね、これをミラーかなんかにかけてたんですよね、これでね、うん、で、これをつけて、あと鍵をしてっていう、非常にこうドキッとさせるような、ね、いたずらグッズに近いようなガチャもあったんですね。はい、この後ろなんですけど、これよくわかんないですね、これね。使用に合わせて赤マジックで×印をしてください。これあれなんですかね、駐車違反かなんかのマーキングってことですかね、×印って。これ系の台紙もこうコスモスで出てきましたね。この辺の話もしてましたよね。はい、あのボールを入れるバッグなんですけど、先端部分にね、時計がついてるんですよ。電子時計ね。気まぐれボールっていう。電車で GO もね、LCD より発信ね、ついに登場ということで、ね、こういうのもガチャガチャと当たったんですね、電車で GO。で、ペンの先が火薬で爆発するというね、このガンペンシリーズなんですけど、ちゃんとスパイマイクを残しつつということでね、ガンペンと火薬でドーンというですね、BB 弾使用されています。ね、タカとユージが白黒になって映ってますけども、どこにも危ないデカと書いていないガンペン、ドカーンね、秘密兵器。も同じものなんですけど、こういう風に台紙を変えて販売してるという人気商品だったみたいですね。ヤンキー系の突っ張りのですね、腕時計、突っ張りダイバーウォッチね、腕時計3気圧って書いてますけど、これが実際にの腕時計ね。ね、スポーツって書いてますけどね。これろくでなしブルース風のイラストなんで、88年か9年ぐらいじゃないかっていう話になってますけどね。まあこの辺のベルトの部分はね、まあこの部分もそうですけどね、結構いろいろなものに流用されてますよね。あ、ここが回るというね、あがらがいいじゃないですか、ね、ヤンキーも今日紹介しようと思ったんですが、あまりにも台紙が多いので明日予定ですけども、はい、ヤンキー特集で盛り上がりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今回はですね、山口椿さんの配信をもとに僕の方でも動画を作ってみましたが、いかがだったでしょうか。はい、コメント欄の方にもですね、URL の貼っておきますので、合わせて楽しんでいただければと思います。もちろん、チャンネル登録もよろしくお願いします。グッドボタンやコメント、そしてガチャガチャのリクエストもお待ちしています。それでは、また次回。一応明日は突っ張りシリーズでお目にかかりましょう。